江戸買い物独案ナイトは1824年に大阪で出版された江戸市内の買い物や飲食関連の商店約2600点を紹介するガイドブックである。プロデューサーは中川五郎左衛門で髪型の版元である。江戸の各店舗から出向料を取り、出向料を払った分だけスペースを取って載せた。そのため有名店であっても出向料を払わなかった店舗は、 掲載されていない。3巻からなり、上巻と下巻は、薬種問屋等の商店名を色は順で掲載されている。薬種問屋は、下巻の関東からかなりのページ数を割いて広告を載せており、金払いが良かったらしい。3巻目には飲食関係の商店についてが掲載されている。いずれも、商品や商店の名前のほかロゴマークや住所が書かれている。 内容は、ほぼ全ページにわたって、各店の広告を、ずらっと並べたシンプルなものだが、序文を、当時の江戸の人気ライターであった、植産人、同じく口絵を、当時の江戸の人気イラストレーターであった、葛飾田明たに依頼しているなど、実用だけではないおしゃれな雰囲気を出している。これから江戸に下る、地方民のためのガイドブックとして、非常な好評を博し、高福買もの読案内や、 東京買い物読案内など、これを真似たガイドブックがいろいろと出版された。中川の前書きによると、遠方だけでなく近在の人でも、これ一冊あれば、人に聞いたりせずに自由にどこでも行けるように作ったとのこと。各店舗あたり、1ページの1、3くらいを取って紹介されているが、出稿料を多く払った店はより多くのスペースを取って宣伝している。 薬種問屋では4ページくらい宣伝を書いている問屋もあり、現存するメーカーでは、小西屋6米なども1ページを取って宣伝している。なお、現在の小西屋の主な取扱い商品は、冷薬、ダローエンではなく、コピー機である。200年前のガイドブックであるため、現存していない店舗の方が多い。また、現存している店舗でも、住所が移転していたり、 ロゴが変わっている場合が多い。たとえ、バケヌキス氏は、京橋と紹介されているが、現在は、神田商船町に移転している上に、ロゴが、ケヌキではなく、アタリアに変わっている。現在の正確な住所を知りたい場合は、東京ウォーカーの最新号などを参考にした方が良い。なお、ケヌキス氏は、当時のロゴの通り、現在もケヌキで魚の骨を抜いている。 伊勢や伊兵や広や義兵など、ロゴも業態も同じだが野号が変わっている店もある。なお、現在は流通が発達しているので、これらのメーカーの商品はわざわざ江戸に下らなくても、近所のスーパーマーケットやネット通販などで購入できる。ちなみに、人弁の本社所在地は1720年から変わっていないが、江戸に本場瀬と物町が現在は、 東京都中央区日本橋室町に変わっているなど、やはり現住所が本書の記載と異なっている。ありがとうございます。